日本バレーボール協会は14日、女子日本代表のパリ五輪出場が確定していたと発表した。国際バレーボール連盟 FIVB から通知を受けたと説明した。勝てば6大会連続14度目の五輪出場が決まる13日のネーションズリーグ NL カナダ戦に 2−3 で敗れ、この段階では持ち越しとなっていたが、 FIVB が13日の全試合終了後に再計算した結果、日本が15日からの残り2試合に敗れても世界ランキングによる出場権獲得圏内に入ることが分かった。一夜明けると一転してキック獲得が判明するドタバタ劇となった。予想もしないタイミングで吉報が舞い込んできた。日本の試合がなかったこの日の午後2時、日本協会が日本女子のパリ五輪出場の決定を発表した。 満員の試合会場ではなく、静かにパリへの扉が開いた。真鍋正義監督、60、は、その約2時間後の午後4時頃に試合会場の北九州市西日本総合展示場に隣接するコートに練習のため来場。同6時頃に練習を終え、約10人のファンから、おめでとう。と祝福されると、ありがとうと右手を振って笑顔を見せた。 取材対応が設定されていなかったため、首相の古賀紗理那 28=NEC= は日本協会を通じ、出場権獲得が目標だったので素直に嬉しいと談話を寄せた。前例のないドタバタ劇だ、パリ大会から新たに導入された難解なポイントシステムに振り回された、会場隣接のプレスルームでは各社が奔走し、本当、これで決まりと困惑するファンの声が耳に入った。 FIVB 側は13日に、同日のカナダ戦に勝った場合は五輪出場が決まると説明していた。結果は日本の2 3での逆転負け、この段階ではお預けとなったが、福岡大会と同時進行の香港大会を含めた同日の全試合終了後、FIVB が再計算した結果、日本が残り2試合で負けても世界ランキングによる出場権獲得圏内に入ることが判明した。 教会関係者によると、FIVB から日本協会に通達が届いたのは14日の午前中。昼前のミーティングで真鍋監督が、まずパリに出場するのは達成できたと選手に伝え、自ら拍手を促した。安堵の表情を浮かべる選手もいたという。 昨週の五輪予選は王手をかけながらトルコ、ブラジルに連敗、勝てば確定だったはずの前夜のカナダ戦も2対0と王手をかけながら逆転負け、指揮官も初めからうまくいくとは思っていないと腹をくくった五輪切符取りは、監督も選手もファンもメディアも拍子抜けの結末となった。世界ランク9位の五輪出場、県内、で入った NL ではここまで7勝3敗。強敵、トルコ、 中国を破るなど一度も県外に落ちることなくキックをつかんだ。五輪決定の知らせを聞いた後、チームは15日のセルビア戦に向け、セルビア・フランス戦を視察。次戦のセルビア戦、16日の東京五輪金メダルの米国に勝って、決勝ラウンドやパリ五輪に向かいたいと真鍋監督。パリでは、自身が指揮した12年ロンドン五輪同以来となる表彰台も期待される。 宮下強化ポイントシステム対戦時の世界ランクや過去の対戦成績などを反映した計算式で算出。勝敗だけでなくセットカウントによっても変動し、基本的に上位チームが下位チームに敗れるほど失うポイントは大きい。次の試合の増減値が確定するのは、その日の全試合を終えてランキングが更新されてからになる。 従来は大会終了時の順位に基づいてポイントを付与していたが、1試合ごとにポイントが増減する仕組みに変更。ポイントの算出も FIVB しかできない。新システム導入の目的は主に2つ。まず、すべての試合でポイントが増減するため消化試合がなくなること。そして、世界ランクを作為的に調整できないようにすることだ。 21年東京大会までは五輪1次リーグの組み合わせが世界ランクのみによって割り振られ、終戦はなかった。競合との対戦回避を図って五輪直前の大会に主力を出さず、順位を意図的に調整することもできなくはない。現行制度は先を見通したポイントの計算は困難で、ランキングの調整は不可能。無気力試合、の防止にはなるが、 一番盛り上がる五輪出場決定の瞬間が拍子抜けしてしまった FIVB は13日のカナダ戦の前に日本が勝った場合は決定と謳ったが日本が敗れた場合の五輪進出条件については複雑な計算式に阻まれ同日のうちに明示できていなかったことが混乱の原因ともいえる28年ロサンゼルス五輪の出場チームは開催国の米国 26年の各大陸選手権優勝の5チーム、27年世界選手権上位3チームと、28年 NL の一次リーグ終了時の世界ランク上位3チーム。この方式が続く限り、難解な計算式に各チームは頭を悩ませ続けることになる。